足立区では毎年恒例の区民祭りが開かれ、大勢の人がオリジナルの弁当作りを楽しみました。足立区民祭りは荒川の河川敷などで行われる秋恒例のイベントで、今年で26回目となります。今回は初の試みとしてストリートバイキングを実施。これは持参した弁当箱か会場で販売するバスケットを片手に、街で好きな食べ物を買って詰め合わせ、オリジナルのお弁当を作ってもらおうというものです。最寄りの北千住駅前から会場までにある協力店が対象で、いずれも割引やおまけ付き。参加者は果物やお菓子、お惣菜などを買い求めてバスケットに詰め、ゴールの河川敷を目指します。もう楽しくて、なんて言っていいんかな、本当にもう一回行きたくなっちゃいますね。明日もこの分じゃ来るかもわかんないですよ。本当にもう。イベントは明日も実施され、オリジナル弁当のコンテストもあるということです。